よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日から名人戦第3局ということで、まあ、ここまで1勝1敗というスコアで来ましたけれども、今どんな心境で明日の対局を迎えようとしてますでしょうか。はい、そうですね、まあ、タイで、第3局になりましたので、まあ、新規一点5番勝負というような、イメージで、まあ、臨みたいなという、まあ、ある意味そうですね、気持ち新たにというところかなと。まあ、先週第2局ということで、そんなに間が空いてないで迎えたわけですけれども、はい、まあ、そういうところでどうでしょう、コンディションというところでは、まあ、先週とそんなに変わらない感じでしょうか、それとも、まあ、気持ちが切り替わったとか、どんな違いがありますか。そうですね、まあ、この名人戦の日程の中ではやっぱり対等な状況ではあるとは思うんですが、まあ、対局もなかったですし、まあ、準備する時間はありましたし、まあ、名人の方が対局ありましたから、大変なのかなというか、まあ、でも勝たれておられましたので、まあ、その勢いもこう何でしょう、こう警戒するところといいますか、まあ、私の方は、はい、時間は十分あったのではないかなと思います。まあ、まずそうですね、こちらに来てですね、まあ、トークショーですとか、セレモニーですね、であと先ほどの必勝祈願、まあ、見聞とすでにいろいろしていただいているところでもあるんですけれども、この、まあ、今日 のイベントもろもろの印象とか、何かそれを終えて の今の気分というのはいかがですか。そうですね、やはりこのような状況の中ですが、こうできる対策を、まあ、完全にしていただいて、まあ、こうトークショーというか、まあ、イベントを、まあ、開催していただけたのは本当にありがたいといいますか、まあ、参加された皆様もこう喜んでくださっているのかなというふうには、まあ、肌で感じるところはありましたし、まあ、これまでももちろんオンラインの形ではしていただいてましたが、まあ、やっぱりなんというかその対面しているっていうところは、まあ、気持ち的には、まあ、私対局者の方としても違いますし、まあ、参加されている方も、まあ、喜びを感じていただけてたらなというふうな、はい、思いなので、まあ、本当に、開催していただいて感謝というか、というところはまあ一つですね。まあ、そうですね、こう祈祷といいますか、こう祈りの式は本当に私自身ほぼ初めてといいますか、経験のないものでしたので、まあ、本当に圧倒されたというか、まあ、その中ででもこう心がこう何でしょう、クリアになっていく感覚というか、まあ、そしてまあ何でしょう、こう読み上げられている言葉もこうよく聞いていればなんかこう理解できるといいますか、こうなんかこれまでここにこうおられた方々というか、まあ、偉人というかからもやっぱり力をこうパワーをいただいて、まあ、無事の成功を祈るっていう、なんかこうよく聞いているとなんか伝わってくるものがあるといいますか、まあそうですね、今に生きる私たちはまあそれをなんか紡いでいきたいというか、まあそういう気持ちにこう、まあ、こう来る前に思っていなかったようなこう心境になれたというか、まあ、それがまあ心がこうクリアになったというところなのかなと思いました。ありがとうございます。そうですね、まあ、この対局に関しての質問ですと、まあ、まあ、明日からいよいよ戦いが始まるということで、まあ、どんな将棋を指したいか、どんな勝負を見せたいかということを、意気込みをお願いします。そうですね、まあ、冒頭からお話ししているように、まあ、心機一転というところがありまして、まあ、第2局がちょっと終盤のこう攻め合いにならなかったっていう将棋になってしまいましたので、まあ、今回は、持ち味なのかなと思うギリギリの、終盤戦を戦えるように、まあ、そう考えるとやっぱり序中盤をよりこう何て言うんでしょう、こう準備したものを出せる展開にを目指さないといけないなと思いますし、まあ、こう第1局第2局を踏まえてっていうところが、まあ、本局は
発揮できるようにと思っています。ありがとうございます。あの最後に一つですね、ちょっとあの少し本質それる質問なんですけれども、あの第2局の時にマスクケースで鹿からのものを使ってたと思うんですけれども、 あれがどんなものなのかということと、まあその、まあ、奈良ご出身だからということなんだろうと思うんですけれども、なんかその、まあ、地元のことですよね、奈良の印象というか、あのまあ奈良出身っていうのですけど、なんかあのやっぱり鹿に思い入れがあるのかなとかね、ちょっとそんなこともちょっと、まあ、簡単で結構なんで聞いてもらえれば、はい、そうですね、まあ、第2局のマスクケースは、ちょっと、まあ、ご縁あってというか、なんかこう送っていただいた、はい、将棋ファンの方がおられましたので、まあ、こう大舞台でまあ使えたらなというふうに、まあ、ちょっと少し前から思っていたものでして、まあ、そうですね、地元に対しての思い入れというと、まあ、いただいたものだったので難しいかな、まあ、別にその動物が好きとかそういうところはなかったんですけれども、まあでも、なんというか、そう、初心を思い出すきっかけといいますか、とは言っても奈良には2歳ぐらいまでしか住んでなかったんですけど、まあでも今でも帰ることは実はあって、なんかそういう子供の頃の気持ちを思い出す瞬間というか、まあ、将棋を始めた頃の気持ちになれるというか、まあ、そういったこう人シーンになれるのが、まあこう自分にとってはその奈良のアイテムとかだったりするのかもしれないなとは思いますので、そうですね、まあ、マスクケース以外でもなんかいくつかそういうものもあって、まあ、ちょっと本局でどういうマスクケース使うかはまた、はい、明日の楽しみというか、実は同じものは使わないというか、こういろいろなものをちょっと使って、まあ、それをこう視聴者の方にも楽しんでいただけるようにというか、まあ、そのものが、まあ、またこう広がればいいのかなという思いも少しだけあるというか、はい、自身としてもまあいろいろ使って気持ちを変えていってるようなところはありますね。わかりました。サービス精神発揮していただいてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。